学校でのメリーと羊がマザー・グース1901年版のウィリアム・フォーレス・デンスローによるサシエ・メリーさんの羊は19世紀のアメリカ合衆国に起源を持つ英語の同様である。曲名はメリーさんの羊とも表記される。この同様は1830年5月24日にサラ・ジョセファ・ヘールによるオリジナルの詩としてボストンの出版社から発行された。この詩は 実際の出来事に基づいている。メリー・エリザベス・ソーヤーという少女が羊をペットとして飼っていたが、ある日、兄弟に勧められて学校に連れて行き、大騒ぎになった。メリーは、それを見て喜んだ、ジョン・ルール・ストンという学生から、翌日、三つのスタンザからなる、この詩の原型が書かれた紙を手渡されたと、10回している。この詩の起源については二つの対立する説がある。 一つの説は、ルールストーンが最初の4行と最後の12行を書き、残りのもっと道徳的で子供っぽくない部分をサラ・ジョセファ・ヘールが書いたとするものである。他の説はヘールがすべてを書いたというものである。マサチューセッツ州スターリングにあったメリー・ソーヤーの家は2007年8月12日に放火により消失した。この街の中心には、 メリーさんの羊を表した像が建てられている。1877年12月6日、トーマス・エジソンが世界初の蓄音機への録音をした曲である。しかしこのレコードは壊れて再生ができない。メロディを修正したものが、キング・フィーチャーズ・シンジケートで車掌とともに、半剣の語として使用されている。1、メアリー・ハド、イ・リトル・ラム、リトル・ラム、 リトルラム。メアリーハド、エイリトルラム。イッツフリースワズホワイトアズスノー。二2、イーブイリーウェアザット、メアリーウェント。メアリーウェント、メアリーウェント。イーブイリーウェアザット、メアリーウェント。ザラムワズシアーツーゴー。3、イットフォロドハーツースクールワンデー。スクールワンデー、スクールワンデー。イットフォロドハーツースクールワンデー。ウィッチワズアゲンストザルール。 4. It made the children laugh and play.Laugh and play.Laugh and play.It made the children laugh and play.2c.A.Lam at school.5.And saw the teacher turned it out.Turned it out.Turned it out.And saw the teacher turned it out.But it still ringered near.6.And waited patiently about.Patiently about. Patient patiently about, and waited patiently about, till, メアリーディドアピア。七ホワイドオズザラムラブメアリーソーメアリーソーメアリーソー。ホワイドオズザラムラブメアリーソーザイガーチルドレンクライド。八ホワイ、メアリーラブズザラム you know. ラム you know, ラム you know. ホワイ、メアリーラブズザラム you know. ザ・ティーチャーアーゼンリ・ブライド。リトル・ラムの部分をビッグ・ジラフ、ライノセロス、カンガルー、キャメルに入れ替えて歌うことも可能。日本語詞は高田393が訳詞したものが最も知られている。高田は1927年、東京外国語学校在学中にアメリカの動謡集とイギリスのレコードをもとに本曲を訳詞した。なお、 彼が没したのは2001年のため著作権は有効である。日本での初レコード化は1937年9月、日本ビクターで個室アイコラによって吹き込まれたものである。そして1952年頃、NHK の歌のおばさんで紹介され、全国的に知られるようになった。これは番組ディレクターの山本美智子が高田編著の書籍をもとに選曲したものである。 日本の音楽教科書には、高田のほか、北村文夫、久野静夫、古谷明子、別府太郎の日本語詞が掲載されている。1992年には、チビマルコちゃんを起用したポッカーコーポレーション、粒コーンスープのテレビ CM で、替え歌が歌われていた。ありがとうございます。